はい、ありがとうございます。ラジオネーム、モリスさんからいただきました。ありがとうございます。さっちゃん、こんばんは。こんばんは。第3回目の放送で特技の話が出ていましたが、以前披露していた指の関節が柔らかいという特技、これをもう一度見たいんです。指の関節で、ゆいちゃんの愛知バランスに対抗しましょう。ゆいちゃんに対抗はしたくないよ、私は。ゆいちゃんのことはね、ゆいちゃんを天使として崇めていきたい。いや、そのままだとやばい。このコーナー、ゆいちゃんがどれだけ素晴らしいかを話すコーナーになっちゃう。違った。それは後でやります、一人で。今日は特技のコーナーでしたね。はい。指の関節が柔らかいという特技が私は実はあるんですよ。見えますよ、多分こっからでも。親指が、腕ありますね。これ、見て。ついてるの。腕が触れるんです。そして、反対側も、結構いく。見えるかな？あと1センチぐらいみたいなのが。だったりとか、ピースが、直角。しかもこれなんかこうやったりとかしてないんですよ。こう。直角。これはですね、小学校の授業中に、机の角に指をこうやって当てて、指の角度広がんねえかなーって言ったら特技になったかもしれないという。授業中の暇つぶしにぴったり。そしてこうやって、プリクラでポーズを取るときに、顎のラインが綺麗に見えるよっていう。どうでもいい特技。でもね、特技だと思ってますけど、これは皆さんどうですかね？あんまりですかね？わかんないですけど。まあ